ほのかに香るベルガモットの風味が爽やかで良いですね。これはやはり昆布。ごまかしようのない香りがしますね。このすっきりとした後味がお茶菓子にとてもよく合いますね。昆布の出汁が強すぎて口内でお菓子の味と喧嘩を。あ、先生にとっても初めての味わいでしたか？そうでしょうね。あまり手に入らないタイプの茶葉ですし。バレてませんよね。香りはちょっとあれですが、色はそれっぽいですし。こうなると分かっていたら、無理をせずに普通の紅茶を頼んでおけば。